高橋議員は札幌市中央区で開いた後援会の会合の冒頭、自民党安倍派のパーティー券をめぐる裏金問題で自身も22万円の不記載があったことについて、法律違反であり国民から不信感を持たれたとして陳謝しました。その後、役員から来年夏の参院選への出馬の要請を受け受諾しました。古くからお支えいただいた皆様方からお声をいただき、決意を固めた次第でございます。高橋議員は北海道知事を4期16年務めた後、2019年の参院選で初当選し、現在1期目です。